立山選手、乗馬エキサイトロー、早稲田大学です。さあ、これから紹介いたします。畠山悟選手、4月に早稲田大学に入学しました1年生。このエキサイトはニュージーランド産のサラブレッド、12歳の馬。そしてこの畠山選手とエキサイト、8月に行われました全日本のヤングライダーの選手権競技、見事優勝しております人馬。乗馬歴が9年になりました。馬を始めたきっかけということを聞きましたところ、親が JRA の調教師さんですので馬に乗ったということを聞いております。さあ、昨年高校生までは千葉県にあります北総乗馬クラブ、畠山さんに教わっていたとのことを聞いております。さあ、残すところあと1つになります。最終の 1m30cm の垂直、これをクリアしてきまして、減点が4、ごめんなさい、タイムがこぼれてしまいました。走行タイムが96秒30、95秒以内にゴールをしなければ4